皆さんこんにちは。フィラデルフィア日米教会の横山由香です。今日はこのフィラデルフィア世界遺産塗り絵のお話を朗読させていただきます。この塗り絵はフィラデルフィア市とグローバルフィラデルフィアアソシエーションの素晴らしい歴史資産の子どもたちに伝えるために同アソシエーションの依頼によって制作されました。フィラデルフィア世界遺産塗り絵、文・絵・ミッシェル・ダウト。ある風の強い日、カリブとオリビアがタコ揚げをしていたら糸が手から抜けてタコが飛んでいってしまいました。タコを取り戻そうとしてフィラデルフィアの街を巡る2人の冒険が始まります。今日は風が強いからトカアゲにぴったりだね。あら、カリブ見て、リバティベルよ。この自由の鐘は1776年7月にアメリカの独立宣言を初めて聞かせた時にみんなを集めるために鳴らせたことで有名だね。道の向こうには独立記念館って呼ばれるペンシルバニア州の議事堂があるわね。1979年、国際連合教育科学文化機関ユネスコは独立記念館を世界遺産に登録したんだ。これでフィラデルフィアが世界遺産の街って呼ばれることになったんだよ。あ、タコが飛んでいっちゃったわ。追いかけよう。タコはベッチーロスのハウスに行きたいみたいよ。独立戦争の総司令官ジョージ・ワシントンに頼まれてベッチーさんは最初のアメリカの国旗を作ったんだってね。中に入ろうよ。ベッチーさん、こんにちは。あなたが縫ったアメリカの国旗にはどうして13しか星がついてないの？こんにちは、カリブ君のオリビエちゃん。それはね、その時アメリカには50どころか一つも州がなかったからよ。13個の星が何を意味するか知ってる？とベチーさんに聞かれてカリブが答えます。13のイギリスの植民地ですね。それが1776年独立の後に一緒に合衆国を作ったんですよね。オリビアはご挨拶をします。お話ありがとうございました。私たちタコを捕まえなきゃいけないので行きますね。タコはペンズランディングに向かっていくよ。あそこはウィリアム・ペンが初めてフィラデルフィアに上陸したところだよね。それにスプルースストリートハーバーパークの中にあって夏は楽しいことがいっぱい。あの大きなチェスゲームを見て。タコが船の周りを回ってるよ。あれはスペインとの戦争で使われたオリンピア号だっけ。隣にあるのは第二次世界大戦で使われた潜水艦のベクーナ号ね。両方とも今ではインディペンデンスシーポート博物館の展示船になってるのよね。今日は本当に風が強いわね。タコはフィラデルフィアの真ん中にあるシティホールに飛んでいくわ。あのてっぺんにあるのってウィリアム・ペンの像だったかしら。そうだよ、ペンシルバニアを作った人だね。そしてペンに頼まれて測量士のトーマス・ホルムがフィラデルフィアの街の設計図を描いたんだよ。設計図の迷路をたどって次に行く場所を見つけ出そう。フィラデルフィアには初めてものがいっぱいあるのよ。アメリカで初めての大学、病院、本を借りられる図書館、毎日発行される新聞、蒸気船、博物館、動物園ができたのはここなの。このお友達はホゼ君、メキシコから来たんだって。フィラデルフィアへようこそ。ホゼ君の好きな動物は何？僕の好きな動物はトラだよ。もうちょっとでタコを捕まえられそう。
消防署へ入っていくわ。フィラデルフィアのフェアマントパークの中にある17世紀の日本のスタイルのお家とお庭ね。ここに来ると落ち着くな。タコはジャーマンタウンにあるジョン・ジョンソンの家に引っかかりました。ジョンソンさんの家はキリスト教の一つのクエーカー教徒で、人を奴隷にすることに反対したのよね。この家は1800年代にアフリカ系アメリカ人で奴隷にされていた人を秘密のルートと隠れ家を使って逃がしてあげた地下鉄道っていう組織にが協力した停車駅って呼ばれる場所だったんだ。見て、西フィラデルフィアにタコが引っかかった壁に絵が描いてあるわ。絵の描いてある壁が一番多い町はフィラデルフィアなんだよ。これはキース・ヘリングっていうアーティストが描いたものだね。まるでダンスパーティーをやってるみたいだ。フィラデルフィアは誰もが知ってる彫刻があることでも有名よ。ロバート・インディアナが作ったこの作品はジョン・ F ・ケネディ・プラザにあるけど、みんなここのことをラブパークって呼ぶの。あら、アートの話をしてたらタコがフィラデルフィア美術館に向かっていくわ。美術館のモデルはギリシャ神話なんだ。ギリシャ神殿だって知ってる？階段は72段もあるのよ。てっぺんまで競争だ。パリから来る友達のパスカルと空港で待ち合わせなんだ。あの飛行機はどこから来たのかな？フィラデルフィアは世界中から飛行機が飛んでくる国際都市だから、どこかわからないわね。フィラデルフィアへようこそパスカル。ベン・フランクリン・パークウェイを通ってタコを追いかけましょう。いっぱいある旗を見て。フィラデルフィアに住んでる人たちがどこかの国から来たのか表しているのよ。ベンジャミン・フランクリンって国のための仕事をしたり本を書いたりした人だけど、一番すごいのは発明なんだ。いろいろな実験をして、嵐の時に鍵をつけたタコをあげて雷が電気の一種だっていうことを証明したことが有名だよ。私たちのタコ、何かに引っかかってやっと止まったわ。ああ、あれはアレキサンダー・ゲネラストっていうと、アレキサンダー・ゲネラリストとトーマス・マイルズが金属で作ったベンジャミン・フランクリン、ベン・フランクリンの彫刻ね。タコの糸の先っぽに鍵が結んであるよ。きっとフィラデルフィアの街の鍵だ。フィラデルフィアで一番行ってみたいところはどこですか？ここに絵を描いてみてください。これでおしまい。どうもありがとうございました。